魔法瓶の構造魔法瓶の構造過程用の魔法瓶水筒魔法瓶のポット魔法瓶とは内瓶と外瓶の二重構造でその間を真空状態にすることにより熱の移動を防ぎ長時間保温、保冷できるようにした容器。保温性を高めるため内瓶と外瓶の二重構造でその間を真空状態にすることで長時間にわたり保温、保冷できるようになっている。 食卓用の液体付きのうち保温機能を有するものである。真空部分の内部を鏡面加工にしたり、真空部分に銅箔等を挟んで保温機能を高めている。さらに保温用熱源を付加しているものもある。主にスープやお茶などの食品、飲料を保温するのに用いられる。持ち運び用の水筒型と据え置き用のポット型がある。前者は、 耐衝撃性能を向上させたアウトドア用品、校舎は湯沸かし機能をつけた電気ポットがある。また、魔法瓶の構造をマグカップに応用して冷めにくくした製品もある。持ち運びできる水筒は温かいお茶やスープ、氷水などを入れて高楽に用いる。これを応用してご飯を温かいままにできる弁当容器も作られている。 湯と生卵を魔法瓶に入れておくことで温泉卵を作ったり、小豆などの豆類と湯を入れることでふやかして下ごしらえしたりすることもできる。この使い方が元となり、保温調理鍋が生まれた。英語でバキュームフラスク、または商標に由来する属称としてサーモスまたはテルモスと呼ばれる。水筒型はバキュームボトル、水中継はバキュームジャグと呼ばれる。 魔法瓶は二重構造になっており、内装と外装との間の空間が真空になっている。ガラス製の場合、真空側の面はメッキが施されており、鏡面になっている。容器の中に入れたものの温度が変化するのは、熱伝導によって内容物の熱が触れている容器の内壁に移動し、そこから容器の外壁を通して容器の外に逃げるからである。 また熱放射により熱が電磁波として容器に吸収されたり、外へ逃げてしまうことも原因である。この2点を防ぐために工夫が凝らされたものが魔法瓶である。真空技術に関しては同じく真空が重要となる白熱電球の製造と共通する点があり、初期の魔法瓶開発には電球の技術者が携わっていた。 末置き型のポットなど容量の大きいものは特に水中のカルシウム分が沈積しやすいので定期的に落とす必要がある。物理的にこすって落とそうとするとガラスまで傷つけて破損しやすくなるのでクエン酸などを主成分とする洗浄剤や酢酸,酸を使って落とす方が良い。日本からの魔法瓶1881年ドイツのアドルフ・フェルディナント・バインホルトが液化ガスの 保存用に製作した壁管の空気を抜いた二重壁のガラス瓶がその原型である。また1891年、イギリスのデュワーは液体酸素保存用に金属製の二重壁容器を製作、ついで内側に銀メッキを施した二重壁、ガラス瓶を製作した。これは彼の名をとってデュワー瓶と呼ばれる。 1904年にはドイツのテルモス社が商品化に成功し、商品名はテルモスである。日本での魔法瓶という単語は一説には、狩猟を行う人物が新聞社の取材を受けた際、便利な道具として魔法瓶という呼び方をし、それが1907年10月22日の新聞に文章として掲載され、世に広まっていったと推定されている。あるいは、 アメリカの魔法瓶メーカーでアラジンと魔法のランプに由来する社名のアラジン社に関連があるという推測も別に存在する。1909年、日本に初めて魔法瓶が輸入された。これは当時瓶に線をするだけの単純な構造だった。1911年、大阪の日本電球が国産品第1号を開発し、同社が商標登録した魔法瓶という名称が、 一般に用いられる。日本初の魔法瓶が生産されるようになったのは1912年で、あるが自身の6から8歳頃の魔法瓶の思い出を綴った短編誌小説、魔法瓶がある。幼年の作者とその友達が魔法瓶を割ってしまうエピソードが2回登場し、当時の魔法瓶が非常に繊細なものだったことがわかる。しかし、当時は日本国内での需要は少なく、 ヨーロッパから移り住んだ人々が多かった東南アジア向けに主に輸出されていた。第一次世界大戦の勃発でヨーロッパから東南アジアへの輸出が困難になると日本製魔法瓶の需要はさらに高まった。第二次世界大戦により日本での魔法瓶の製造は中断したが1947年頃に輸出を再開し、 ガラス職人が一つずつ作っていた中瓶の製造も大量生産に移行した。また、日本国内でも魔法瓶が普及した。1950年の日本経済新聞の記事では、戦前より魔法瓶の品質が落ちていると指摘、標準品の目安として沸騰した用一中やおいても80度を保つことと紹介している。また、 当時は中のガラス瓶が破損した際には6から7がかりで交換することも行われていた。1978年、日本の産業ガス大手の日本酸素株式会社により、ステンレス製の真空断熱魔法瓶が開発される。これが後のサーモスとなり、現在の主流となるまでに至る。これ以前に、 アメリカで開発されていたステンレス製の魔法瓶は粉末の断熱材を使用していた。日本では、象印魔法瓶、タイガー魔法瓶、ピーコック魔法瓶工業、グロリア魔法瓶製作所など、大阪府に本拠地を置き、その他部品メーカーも大阪府に多くあるなど、地場産業となっている。また、魔法瓶関連会社の工業組合である、 全国魔法瓶工業組合も大阪市北区に事務所を置いている。全校のサーモスのブランド名を世界各国で展開しているサー、モス社のイギリスアメリカカナダ各国現地法人は1989年に大用批判によって買収されている。日本産業企画に携帯用及び卓上用魔法瓶が規定されている。また、家庭用の一定の構造を持つ魔法瓶は 雑貨工業品として、家庭用品品質表示法及びその関連法令の適用対象となっており、国産、輸入を問わず国内で販売される製品の外装等には保温効力度以上など、性能や品質など定められた項目の表示をしなければならないことになっている。ありがとうございます。